元素力を扱える。あなたは例外例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。メガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。かかれ！
お待たせしました、私の副兵たち。今がその時です。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしている稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなそこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。雷帝に相対する者がこの地上に現れる。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。なん
ンチはここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿ってよ。じゃから目を閉じるがいい。メガリレーを廃止してほしいです。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はそのものに眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。